はいはい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。さあ、本日やってきているのはここです。相鉄線とそれから小田急線が交わる海老名駅。今回注目をしていくのは相鉄線です。駅もなんだかこれ工事中のようですが、海老名駅の周辺は東口の方に商業施設なんかが密集しているんですが、西の方は長らく開発が行われてこなかったので、今絶賛区画整理事業が進んでいる最中みたいです。ララポート海老名とかもねできるらしいですね。さあ、そしてこちらの駅は相鉄線の終点、横浜方面、それから最近2019年に運行を開始した相鉄直通線、埼京線の方に直通する列車なんかも運転をされております。そう、本日はここから上り方面に向かっていくんですが、なんとこの海老名駅からすぐ近くの駅にですね、ホームとそれから駅舎までの距離がなんと約350メートルも離れているおかしな構造した駅が存在をするみたいなんです。真相は定かではありませんが、おそらくこれね、日本一そのホームと駅舎の距離が離れている駅なのではないでしょうか。変な構造になってしまった理由もね、またかなり面白いものでしたので、今回は皆さんにご紹介してまいりたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。さっき JR 直通線が出発をしていきましたが、乗り込んだのはこちら相鉄線横浜方面行きの快速列車です。快速と聞くと心よく速いと書きますので、速そうなイメージありますが、まあ、ただこの快速列車は西谷駅まではもう各駅に停車をするので、西谷の手前で降りてしまう方にとっては全く関係のない各駅停車です。さあ、そして左側の方には小田急線の線路が見えます。ちょっと今回は映せなかったんですが、左側の方には海老名の小田急の車両基地も広がっていて、いろいろな、ね、列車を見ることができる面白いスポットでもあります。相鉄線は上り下り1本ずつの複線、至ってシンプルな運行形態ですが、ここ左側の方から何か1本線路が合流してくるのが見えます。そう、この線路をずっと後ろの方にたどっていくと JR 相模線、それから小田急線の厚木駅の方まで線路がつながっています。この短い区間は相鉄厚木線といって、旅客列車は通らず貨物線のような括りになっています。ちらっと派生して厚木駅付近の映像をお見せしますが、今出発していったのが JR の相模線、そして厚木駅の横にはこんな感じで相鉄の車両基地がある関係で、先ほどの線路は回送列車なんかも走行をする、旅客列車は基本的にやってはきません。小田急線と相鉄線はかつてはこの厚木駅周辺、海老名駅よりも少し西側の方で乗り換えを行っていたみたいなんですが、まあ、なんせ別々の駅ということもあって、乗り換えは徒歩によって行う必要があった。それがかなり面倒煩わしいということで、現在の海老名駅が設置されて乗り換え駅となりました。 JR 相模線の厚木駅のホームは一面一線なんですが、反対側の方に使用されていないホームがあります。これ2007年の3月10日まで使用されていたホームなんですが、現在では完全に一面一線の駅に変貌を遂げていますので、使用されておらず、その当時のままその姿形を残しております。日中来ると全然怖くないんですけどもね、夕方とか夜暗い時間帯に来ると結構廃墟のような雰囲気が漂っておりますから、ここら辺もね、歴史好きの方にはおすすめのポイントです。海老名を出発すると、これ徐々にゆったりとした勾配を登っていくような形になります。正面の奥の方をご覧いただきますと、一軒家たちが崖の上の方に立っているのがよくわかります。先ほどの海老名駅を出発すると、次は柏台という駅なんですが、まあ、その駅の名前の通り、ここから先は台地のような地形になっています。台地というのは他と比べて低地よりもやや標高の高くなっているようなところを指すんですが、やっぱり柏台しかり、あの根岸線の方行くと結構多いんですけれども、陽光台、江南台、台地があるところは駅の語尾になんちゃら台と漢字の台がつく駅が多くなっていますね。奥の方には相鉄線を象徴する紺色のいかつい電車が停車中。実はこの柏台、奥の方に大きい相鉄の車両基地が存在をしているんです。そう、今回ご紹介するのはこちら、海老名駅から一駅目やってきた柏台駅です。駅の外に降りてきましたけれども、もう駅の雰囲気は至ってどこにでもありそうな地方の駅、そういった感じがします。構造は2面4線ということで、一応このすぐ近くにある柏台の車両基地の方に入港、それから始発列車で
柏台の方から出てくる列車も停車できるような感じになっております。線路は4本、少し大きめな駅です。相鉄線は特に横浜寄りとかそうなんですけれども、駅間がほんと短くて数百メートルとかで刻まれているところもあるんですが、海老名から柏台のこの駅間はですね、だいたい 2.8km となっておりまして、駅間は最も長くなっているみたいです。車両基地は駅よりも西側の方にありますが、この駅の側面にある側線なんかもこれ全部車両基地の方に線路がつながっているみたいですね。さあではでは早速駅の外に出ていきたいと思います。この駅には西口と東口2つの出口があります。まずは海老名寄りのこの西口の出口の方に向かっていきましょう。この出口の表示はというと特に何か特殊な表記があるわけでもなく、至って普通の駅といった感じがしますね。階段を上がるとすぐに改札口となっております。一応1日の平均乗降客数っていうのは相鉄線が全て26駅ある中での17位、まあなんともコメントしづらい、あの中間やや後ろにある駅という感じで、そこまで少なくはないみたいですね。 JR 線からの直通列車は停車をしませんが、横浜方面、海老名方面に行く相鉄線の列車は全てこちらの駅に停車をします。西口側の地図を見るとこんな感じになってまして、上の方、この地図でいう北側が海老名駅の方ですね。北の方にはこんな感じで相鉄の車両センターが広がっております。この柏台駅が設置される前からこの車両基地は存在をしていたみたいですね。西口の駅舎はこんな感じです。なんだか緩やかなカーブを描いたトンネルみたいな感じで可愛らしい駅舎をしておりますね。すぐこの西口の正面は車通りの多いこんな感じの道路になっていて、これが跨線橋になっています。真下の方には線路2本だけではなく車両基地の方も展開されているんで、それをまたぐ必要があったのでしょう。台地ということもありまして、ここからの見晴らしもかなり良さそうですね。向こうそびえ立つ山々を望むことができます。この柏台車両センターは相鉄線内でも最大の車両基地ということで、車両の定期検査、まあ、人間でいう健康診断や、それから車両の改造なんかももろもろこの車両センターが担当しているみたいですね。この相鉄線の前身は神中鉄道という鉄道会社で、もちろん当時なんかもう1919年とかですからね、ディーゼル、それから電車もなく、当時は蒸気機関の時代でした。なので、まあ、今回は見えないんですが、車両基地の内部敷地内では当時その神中鉄道時代に使用されていたと思われる蒸気機関車、古い古い車両なんかも保存されているみたいです。そしてね、相鉄線を出発するこちらの電車ですけれども、側面がねやっぱ JR の首都圏で走っている列車とそっくりなんです。これを丸っきり色を緑色とかにしたら本当最強線とかと見分けがつかなくなるくらいですが、まあ、こんな感じで相鉄線の車両は JR ともうほとんどあの顔、それから内装を似せて作っているんですね。今出発していった1万1000系もこれ JR の E233 系に似せて作っています。まあ、車内の部品だったりとか機械なんかを他の車両と統一することによってコストカットなんかを行うことができるんでしょうね。おそらくJR の車両と同じく総合車両製作所、同じ工場で作られております。さあ再びホームの方に入りまして、皆さん先ほどの西口の改札までの近さというのをねぜひ覚えておいてください。今度東口に向かいます。黄色い案内板が見えてきました。そこには衝撃的な数字が書いてあります。これご覧ください。イーストゲイツ、約400メートルって書いてありますよ。これ陸上の競技トラック1周分あります。一体これはどういうことなのでしょうか。これ分かりますかね。駅の一番東側のもうすぐ階段へと続くホームの近くまで来ているんですが、この時点で看板を見ても東口までの距離は約360メートルということで、40メートルしか距離が縮んでおりません。どうやらここから相当長い迷路みたいなルートを歩かされることになるみたいです。これね、最寄り駅だったら毎回あの 400m 往復で1キロ近く歩かされることになるので、嫌だなぁとも思いつつ、使う人いるのかなと思ったら、これがね意外と利用者の方は多いみたいでですね、ちょうど夕方の時間帯だったんですけれども、西口ではなくこうして東口の方にゾロゾロとこうお客さんが入っていく様子も
かなり見受けることができました。そして正面奥の方、緑色のフェンスに囲まれている通路のようなものが見えます。そして向こう側からも跨線橋が伸びておりまして、1番線から4番線この4つのホームから降りたお客さんは全てこの跨線橋を通って東口へと続く通路の方に入っていく形となります。そして上の方から見た様子がこんな感じです。奥の方はすぐ森になっていますが、なんとですよ、これご覧ください。この長い通路がずっと線路脇を通って奥の方、東口の方まで続いているわけなんです。電車を降りたお客さんがこの夕方の時間帯、ぞろぞろと東口の方に歩いていく様子がわかります。フェンスがあって安全も確保されていて、かつ屋根もずっと取り付けてあるので、雨の日なんかでも心配なくこの通路を歩くことができるんですね。駅間は森、茂みのような感じになっていますが、この通路の奥の方は比較的一軒家、それから結構大きいマンションなんかも立ち並んでいるような感じがします。お、約330メートルまで距離が縮まってまいりました。ここで下の方に降りまして、緑色のフェンス、長い通路の方へと入っていきます。ここから先の景色がものすごいわけです。電車が走行していなければ鳥のさえずりだけが聞こえる、かなりのどかな場所となっておりまして、こんな感じで左側は通路、人が歩いているんですが、右側の方は草が生い茂っていて、なんかこの一角だけ映像で収めてみますと、あの実家の近くにあるのどかな公園、そんな感じですね。もうとてもじゃないけどこれが駅構内だということを忘れさせてくれます。うわーすごい砂利と、それから踏み石、なんか和を感じることができますが、お寺の近くにある庭園とかによくある感じの日本文化あふれるような光景が広がっております。こんなのね、日本全国の駅探してもこういうのあまりありませんので、初めて来るときはね、こううろちょろしちゃいそうですけれども、ただ通路を歩く方はもうさも日常、毎日のルーティーンかのようにこっちの庭園っぽいところには目もくれず、ただただ通路を作業芸のように通り過ぎていくのみです。一応これフェンスの一部には画面奥の方、鉄道柵なんかも設けられているので、どうやら意図的に鉄道用地として確保された場所なのは間違いなさそうですが、そしてちょっと面白い設備を見つけました。この通路のど真ん中にこの相鉄ならではのこの大きい横幅の大きいねベンチが用意されておりまして、そしてここには駅事務室連絡用インターホンの文字が書いてあります。まあ、通路が長すぎるので、もしかしたらその改札に到着する前までに体調が悪くなったり、何らかの、まあ、事件なんかがあった場合に連絡を取る手段なのでしょう。そしてこのエアコンのフィルター超巨大版みたいなやつが現れましたけれども、これちょうど緑色のフェンスのくり抜いた四角形の部分を覆うようにして取り付けられております。これは一体何なのかと気になったんですが、どうやらこれね、相鉄線のあの電車をご覧いただけるスペースを作成しましたと。へえ、なかなかにこれ粋な試みですね。緑色のフェンス越しでもまあ見れなくはないんですけれども、やっぱこういう風にね、何もない方が迫力のある電車の光景を見ることができますんだよね。しかもホームが設置されていないので、位置的にはかなり下から電車を見上げるような形で見ることができます。まあ、ただちょっと今回は夕方ということもあって、もうもろね逆光でちょっと反射してあまり見づらいような形になってしまいましたが、これも午前中とか来たらね、もっと綺麗に電車を見れるのではないでしょうか。さあ、ここまで引き伸ばしてしまいまして大変申し訳ございませんでした。この長い通路の正体は一体何なのかというと、これ先ほどの柏台駅と、それからもう廃止になってしまったこの先にかつて存在をしていた大塚本町駅、その廃止になった駅と柏台をくっつけるために設置されたのがこの長い長い通路ということになります。まあ、それゆえこんな感じでこの森と茂みと通路の境には鉄道柵が設けられ、当時使用されていたと思われる備品が流用されております。
そしてこの後も注目なんですが、ここで線路と同じぐらいにあった通路の高さがですね、一気に上がっているのがわかります。上り坂っぽくなっているんですが、ここから先がおそらくそのかつて存在をしていた大塚本町駅のホームということになります。おそらくちょうどこの盛り上がっているここら辺から大塚本町駅のホームがずっと広がっていて、で今まで歩いてきた通路はそのホームと柏台駅をつなげるために後付けで設置された通路ということになります。ちょうどここだけ緑のフェンスが出っ張っているので、こんな感じでちょっとね危険なアングルから鉄道こう入線シーンを撮ることができるんですが、これは決してねフェンスの外に出ているわけではありません。どうですかね、先ほどのあのアクリル板のところから見たらかなり列車を見上げるような形になっていましたが、この旧ホーム上から撮影すると至って普通の駅のホームから撮影しているような感じになりますね。これ一度路線図をご覧いただきますと、柏台の右隣の駅は相模野駅という駅になっております。ただこの2つの駅は実は1975年に建設をされた割と新しい駅、そしてこの2つの駅ができる前までは柏台駅、現在向かっている東口のあたりに大塚本町駅が設置をされていたと。大塚本町の方は1946年に設置されたかなり古い駅、柏台とかと比べると30年も前にできた駅なんですが、75年に柏台と相模野駅が新しく設置されることが決まり、そんな中大塚本町駅を存続させてしまうと、もう相模野大塚本町柏台と300メートルに1駅とかいう、もうギッチギチの間隔で駅が並んでしまうので、それはまずいということで、こちらの大塚本町駅を廃止。ただこの駅が廃止になるということは、地元の方にとってはこれは好ましくない事態ですよね。なのでこの大塚本町駅の駅舎があった場所をまるっきりこの柏台駅の東口にして、無理やり通路でつなげて、この周辺の住民の方の利便性を担保することにしたみたいなんです。おお、おしゃれな中細長い畳のようなものも見受けられましたが、かなりこっちの東口の方はですね、西口と比べてのどかな印象です。住宅街のど真ん中にひっそりと佇む駅、現在では看板にカラフルなロゴが入って新しさがにじみ出ておりますが、2000年代はもうちょっと看板も古く、それからスイカなんかもありませんでしたから、あのボタン式の券売機が並ぶもう少しレトロな駅だったみたいです。46年に開業した駅ということで、もう当時末期の頃は老朽化が激しく、おそらく駅舎だけではなくて、さっき通ってきたホームのあたりもかなりボロボロになっていたんでしょう。ただもう周辺ね、もうこの沿線とか見ていただきますと、住宅街のど真ん中にあるような駅なので、これ改修工事を行うのがどうやら厳しかったみたいなんですね。なのでこの地に新しいその改築後の駅ができるのではなく、新駅が両サイドに設置される、そういった形となりました。すごいですね、この坂道の横のくぼみのところに駅が設置をされているということで、ギリギリのところに駅が作られたのがよくわかります。そしてこのホームがあったところもこんな感じで、やっぱりこの外側、線路側から見るとホームの段差が今でも残っています。その後ろには崖っぽい地形の上、柏台というだけあって、大地が上の方には広がっているみたいで、その上の方に一軒家がポツポツと立っております。これだったら確かに駅をこうね改造してというか工事をするのもなかなかに難しそうな立地というのがね、もう理解することができます。もう昔のことすぎて正式なデータが残っておらず、こっから推測になってしまうんですが、こう左側の方にホームがあって線路2本、そして右の方にこう草のね茂みがあるんですけれども、おそらくこの辺りにかつてのホームが1個設置されて、2面2線の相対式ホームだったのではないでしょうか。この大塚本町駅、複線化されたのが1966年ということで、駅が廃止される9年前にすでに線路が2本複線化されているみたいなのです。それでね、上り線下り線片側しかホームがなかったら、もう一方の方は出発することできませんから、おそらく緑の草が生い茂っているところにかつてのホームが設置されていたのでしょう。様々な候補がこういう風に入っておりますが、
この大塚本町駅はちょうど駅前のあたりが海老名市とそれから座間市の境界になっていて、綾瀬市の境界もすぐ近くにあるということで、これ3つの市町村の広報が今でもこのように駅に設置をされております。ここの長い通路、最初見た時は不思議で不思議でしょうがありませんでしたけれども、地元住民の方の利便性を担保する素晴らしい意味合いを持った通路でした。それでは本日もありがとうございました。